さん、今日はですね、はい、高松市の北町というところに今おりまして、はい、まあ、大野屋さんからスタートしたんですけれども、はい、あとはもうお二人の好きなところに行きますので、はい、そうなんですか。え、ここが結構じゃメインの通りになるんですか、この町の。そうですかね。いや、そうでしょ。どう考えてもそうでしょ。知らないんですか、魚住さんも。ごめんなさい、あんまりよく知らなくて。家具屋さんとか、家具屋さんね。藤森さん、お、あなたの、はい、これ商売道具ですよ。商売道具、メガネ売ってますよ。ちょっとね、そういえば2010年になってこのメガネのね、はい、モデルチェンジもそろそろしようかな。あ、いいじゃない。そうなんですか。思ってたんで。ちょっとイメチェンしましょう。すみません、ちょっとお騒がせしますけども。ニョッキンセブンです。ご存知。すみません、お邪魔しても大丈夫ですか。ニョッキンセブンでございますから。あ、そうですか、はい、ちょっとおとなしくしてください。彼のメガネをね、はい、イメチェンジ測りたいなと思いまして。いきなり目の前にこれちょっとこれは魚住さんにかけていただきたいですね。これ確かに見たいですね、魚住さん。どうですか。じゃあ好きですか。はい、あ、いいですよ。あ、似合いますね。本当ですか。あ、ちょっとじゃあ今日は一日これかけていきたいですよ。女王様と一緒に俺ら楽しんでみたい。何かこうこだわりはあるんですか、こういうメガネがいい。ま、僕ね、ずっとやっぱこう縁がね、黒いこういう黒縁だったんで、うん、そうじゃないのもね、やっぱかけてみたいなと思う。じゃあ印象をガラッと変える。あ、うん、じゃあちょっと待っててくださいね、店員さんのおすすめのものを。じゃあ、はい、こういう感じでございますけれども。あ、なるほど、これで決定でしょ。ダメだよ。え、いや、いいわけないでしょ。ちょっとな、でもね、すごい、なんだろう、かけ心地すごいよ、すごいね。これ何、どうなってるんですか、ここ。これすごいフィットして痛くないの、ここが。世界一軽いメガネなんで。軽いし、なんかここグニョグニョ回りますね。ちょっとかけてもらう、このフィット感がね、軽い、かけてる感じしないでしょ。これ、この穴は何なんですか、この。魚の目です。あ、魚の目がここにあることによって視界がちらつきますね、はい、ちょっと見づらくなるね。見づらくなりますね。申し訳ないですけども、すみません、これじゃないやつであります、はい、藤森さんは、はい、いつもメガネを選ぶときっていうのはどういうなんかポイントで。僕あのこれもう伊達なんで、うん、本当にデザインだけですね。あとちょっとこれ大きいのが好きなんですよ、このちょっとこうこういうものも。お、こういうもの。あ、ちょっとこれまた高級感ありますね。よろしかったら。これ18金ですか、うん、はい、こういう感じになりました。水ちょっとボルデワチック。あー、売れたなお前。これが100近く。え、これ何、100? かけさせないで、これ、はい、怖い怖い。うわ、初めて見たよ俺この値段のメガネ、マジで、はい、すごいな、びっくりした。ちょっと俺もかけてみてもやっぱり違うよ。うわ、でもなんだろう、嫌だ、嫌い。あの、すごい似合うんだけど嫌い、こういう。君のメガネいくら、僕の100万嫌い、こんなやつっていう口癖。君のいくら、僕の4万、僕の100万嫌い、こいつ。ようようと持ってきてくれます、ね、ようやくこういうメガネだもんさ、こういうメガネだもんさ。これどういうこと、これなんだっけ。これをかけながら、すごいいい。慎吾君って明治の文豪じゃないですか。これすごいな。気になってしょうがないですね、これで漫才とかやってたら。これまあそうだよね。突っ込むときどうするのこれ。え、いや、見に行くときにこうかけながらこうしていただいたら。いや、何言ってんだよ。いや、なしだろこれ。1万だぞ。それを今日はさらに割り引いていただいた上で1万が、はい、1万が1万100円で。おいおいおい、いいコンビできたよ。いや、やめてやめてやめて、そんな。いいコンビできたよ。もう一回あのくだりお願いします。1万円のところ今日はじゃあ1万500円にさせていただきますので。なんで増えとんねん。地獄みたいな絡みになっちゃう。まさかの変わりましたね、値段が。100円から500円にしてそれ対応しきれないっていう。びっくりしますよ、本当に。さあ次どこ行きますかね。ブラブラしましょうよ、ブラブラと、ね。聞いたんですけど、はい、藤森さんなんか毎月目標を立てられるんですか。まあ、今月の目標何なんですか。バレンタインのエピソードを3つ考える。知らねえ。バレンタインのエピソードなんて3つもできるか。必要になってくるじゃないですか、やっぱりね。まあね、そうですよ、うん、だからやっぱりいろんな方にチョコをいただいて、そこでなんか面白いこと起きねえかなみたいな。なるほどね。魚住さんはなんか2010年の魚住さんの目標とかってあるんですか。
目標はですね、はい、ちょっといろんなことを開拓していきたいなと。野心家ですね、はい、今狙ってる人脈どこの人脈いやなんか、ま、特にない誰とでも、はい、あれいろんな人ちょっと待ってください。これなんか発見しましたよ。これ手作りケーキ&ケーキ教室フラン。おお、手作りケーキ、しかもケーキ教室どこにあるの。えっていうかこれなんかアパートみたいな感じじゃないですか。ここが、え、ここがなの、ま、え、マンション。ちょっと寄ってみましょうよ。ここっぽいですね。あ、ここっぽいよ。あ、入り口って書いてますよ。普通のでもね、マンションですけど102号室ですって書いてあるえ、これ人住んでるとこだよね。ですね。あ、ここだ。ちゃんとなんかほら、お店のね、行きましょうか。え、そんな開けちゃっていいんですかね。ピンポンした方がいいんですか。いや、それ電気ですよ。それ あなたピンポンこっちですCM の後、マンションにケーキ屋さん、一体どんなお店。でもいいですか、おうち系ニョッキンセブンと言います。うわ、いい匂い。中来てみたよ、はい、お店なんだ。どうぞ中の方どうぞ。失礼いたします。ほらほら、本当だ。お邪魔します。あ、本当だ、お店になってんじゃんか。うわ、本当だ、かわいい。お店、お店、すげえかわいい。こういうちょっとスイーツ系雑貨みたいなのも売ってるんだ。はい、嘘、ショーケースがある。すごい。ここでなぜお店を始められたんですか。お金がかからない方法をと思ってやってください。え、あ、こうやってね、デコレートできるんだ、はい、え、これこうやってデザインしてケーキを作ったりはできるんですか。そうですね、まあ、一応お客様からこういうのを作ってほしいっていうご希望があったもので作るんです。あの、結構イメージもいるんですけど気がつきませんか。アユだ、アユ。わかりました。浜崎あゆみさんですよ、これ。これは福山さん。ちげえよ、松潤でしょ。うん、すごい。おー、羽鳥くん。エビちゃん、エビちゃん、エビちゃん。すごい。エビちゃん、わかります。エビちゃんと羽鳥慎吾くん。あ、すごい。オリエンタルラジオはあります。失敗の時もあります。それはいねえよ、オリエンタルラジオ。いな、いないよ。一流芸人しか乗れねえんですよ。あとしたら乗れるだろうよ、乗れねえよ、どこまで天狗なんだよ。あ、ちょっと僕らのも書いてもらったりしていいんじゃない。ちょっとバレンタインも近いことですし、うん、書いちゃっていいですか。最近は、はい、女性からっていうより男性からのバレンタインっていうのもあるので、よかったらお二人から動いてみてもいいですか。バレンタインってあげてばっかりですか。大泉さんの顔描きますよ、僕らで。それはやりましょう。いや、僕絵うまいんで。僕も彼もね、結構絵が特徴的です。これこの後のロケに響きますよ。え、出来で魚住さんが僕らのこと大好きになる。なるほどね。負けるつもりはない。絶対負けへんからな、魚住さん。俺のもんや。今回はオリエンタルラジオのお二人がバレンタインケーキのデコレーションに挑戦。初ですね。私をモデルにその出来栄えを競うことに。まずは生チョコケーキに絵の下地になる白いクリームを塗っていきます。はい、シンゴ雑だよ。おい、お前何してんの。え、もったいねえかな。そこベロ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 舐めるもんじゃねえんだよ。お商売、これでお前お客さんに出してんだ。お前本当にデリカシーないよな。俺も信じられないわ。人のお店のお前器具舐めるか。もらった方。続いてチョコペンで絵を描いていきます。このお店を始められたきっかけは何だったんですか。もともとケーキ屋さんちょっと勤めてたんです。それで、はい、ディズニーでしようかなと思って。ちょっと住宅街の中に入っているので、はい、お客さんとかもう今来てくださって、そうですね、入り口まで来てくださっても入る勇気がないって帰られるお客様もいらっしゃいます。はい、もったいない、こんなに可愛いのにお店、ね、ありがとうございます。道の入ってくださったら割と、はい、ドキドキします、ね、固まってくるのか。そうなんです。でもそう考えたら先ほどのね、芸能人の方とかのお顔を上手に描かれてるのはすごいですね。ありがとうございます。でもそうですね、1時間近くかかっちゃうんです。よし、よっしゃ、できた。オリエンタルラジオ散策、モデル魚住咲江のケーキが完成。私の心を射止めたのは